カンセラーコロニー関ン,ンの人物、右端の人物が、ヤコブ・ネッペ。ヤコブ・ネッペは、ドイツの画家である、シュレスビヒ・ホルシュタイン州のフレンスブルクに生まれた。父親は、絵描き職人で1867年から1870年まで、父親の下で見習いをした。デュッセルドルフ美術アカデミーで学んだ後、ドレスデン美術学校で、ルートビヒリヒターや、ユリウス・ヒュープナーに学んだ。 一年ほど肖像画家として働いた後、ベルリン美術アカデミーでも学んだ。ここで、画家のハインディ・ヒペーター・ゼン・アンゲルンやキュビール・シュキーと友人となり、彼らと1882年に故郷に近い、南デンマークのイー・ヤンソン教区に、ビルヘルム・ドレーゼンが中心となって作られた、カンセラーコロニー・イカンスン、エーケンズンと芸術家村のメンバーとなった。美術教師として、エーケンズンとで教えた。 教えた画家には、デンマークの北シュレースビヒ地方出身のエミール・ノルデや、フレンスブルクに生まれのアレクサンダー・エッケ・ナーラがいる。ありがとうございます。